さあ、本日のメインイベント、ロックインタイムマッチですね。ロッキーもうね、スパイズツアーに行ってきたっていうのは今日はね、ロッキー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 さあ、今日のタイトル、秋ゴーケロッキー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 これはなんか嫌でばっかしますね。あとで停滞、新兵会社を取らなければいいんですけど、さあ、そして、ポッコン、これはスピン、はい、さあ、そして、スキーパーホールですね、私ヘッドバッグに、この辺は、ポッコン、いかにもね、いかにも嬉しいですね。あれー、ポッコン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 、ポそこで得た経験はね、今日大きいと思われます。さあ、しかし、タクシングの滝陽介相手に、なかなかそれはね、通じませんね。さあ、そして、さあ、腕を返し、先ほど返したのはそうです。滝陽介の得意な動きなんですね。全く同じ動きなんで、さあ、アームウィング投げてきました。自分コーナーにお互い帰ってきますね。
ほどの彼氏と言わんばかりに、さあ、ラーメン、首筋ですね。さあ、首筋を引き筋でまいります。5分経過、ああ、これは欲しいですね。レフリーのブラシもついて、ほっとりとってますね。さあ、そしてレフリーのキック、こちらのラーメンですね。さあ、そして今度はさあ、出てまいりましたよ、キチック体型ワロクリーさん。さあ、あれだけで気分を返されてますからね、今日のキチックは多分やばいですね。ああ、そう、シンプルに首を絞めてまいります。さあ、そして今度は起こしていきますか。さあ、コーナーに立ってまいります。さあ、そしてさあ、助走をつけて、ああ、しかしまあ、シンプルに現役、あーっと、ミハイルキックが透かしていった。シンプルに暴力。さあ、相手の頭をさあ、叩きつけ、踏みつけ。さあ、ありとあらゆるね、顔面攻撃を研究し尽くしてますからね、マルコには。さあ、そして滝を出てまいりましたよ。さあ、今日は滝はさあ、いつ飛ぶのか。さあ、そしてコーナーですね、ラブコーナーに出てまいりました。そして今度はじゃあ気がつけば絶対に重要な一日。さあ、滝之介さん、じゃあ得意のゴールドスリーポンじゃないのか。あっ、天敵しかしてるのかな、大事にしまい。さあ、そして今度はハンドを使って、あっ、さあ、英語を当たって、さあ、タッチのチャンス。さあ、出てまいりました、アントクレーバハムード。さあ、このようにさあ、スピードのドラリアット。さあ、そして、さあ、両者ともに、さあ、バハムードね、ゲーム、タキタクルですかね。さあ、これで、さあ、繰り返していきますよ。しかし、それを組んでいきます。あーっと、ショートレンジのラリアット。さあ、そして出ますか。さあ、出ますね、いつも。さあ、滝陽介の顔面を磨き上げてまいります。さあ、そして助走をたっぷりつけて、顔面をシュー。すごいですね、ここから顔面打ち貫くのがね、ここからすごい角度で見えましたね。さあ、そして今度はさあ、今さあ、髪さぼっていやじ。さあ、髪さぼっていやじ。この2人もね、もう腐れていってもいいぐらいね、長い関係ですからね、お互いの手の内はね、シーチキしてるはずです。さあ、エルボー入れていく。さあ、打ち合いになった。さあ、滝之介少々不利か。さあ、キックを連発で放ってまいりますね。ドテッパを蹴って、さあ、コンビネーションキック。あーっと、これはガードして、あーっと、ローリングエゴ。さあ、滝之介も少々マウンティング展開になってきましたね。さあ、これで一気に決めてしまうのは、さあ、呼吸技のフィッシャーマサラ。さあ、これを使う名前が、クリアに近いなに行った。さあ、力強い一撃になります。さあ、スタートコーナー控えるはマロクリアさん。さあ、マロクリアに立ち寄ってきました。さあ、リングの上が、さあ、急に黒となりました。さあ、そしてハンマーバッド、この辺はもうシンプルに暴力ですね。さあ、そしておっと、後藤先生がさあ、突きをかかっていた。そして顔面にドロップキック。そして後藤が上から振った。気持ちドロップ。さあ、そして今度はさあ、ドークリフに入った。3人ぐらいか、3人ぐらいで防御仕掛けに行こうというのか。さあ、エルボーアタック。さあ、エルボーアタック。さあ、そして後藤が、マグロにして得意技のプレッシャーマンバッター。さあ、同点マッサーの背中に落ちてまいりました。さあ、これを踏み、あ、これ踏み切ってカットが入りました。マッサー立つ。さあ、これカットが間に合わなければね、ちょっと危なかったかもしれないですね。さあ、マグロにね、さあ、ここまで攻
攻められるの珍しいですね。さあ、そして今度はドッグリフジェイが、ああっと、しかし顔面をかきむしってまいります。そしてあライダーボンマン、さあ、なんとパーシータクスタート10分経過、10分経過さあ、そしてさあ、これ大久保が、さあ、これ試合にスピードをつけるか、あーと出ていい。さあ、そしてさあ、なんとかわしていって、さあ、そして今度はリング中央にさあ、武藤さんに設置しました。さあ、設置は武藤さんですが、さあ、これから出る扉が非常に変わりになります。さあ、得意技を見せるか、うーん、サルトピースだ。しかし、これは着地で、シーザー、あー、ドッキング。さあ、そして、後藤が入ってきた。今度はマロクリスが顔面を蹴っていった。そして、あー、ドッキング。そしたら、上からダキングがミサイルに行く。さあ、そして気がつけば、さあ、ドッグリフジェイが2人に近づけて、しかし、それを借りて、アクロマティックに返していった。さあ、ね、もっと体操部は残念はありませんね。さあ、決めるのせい。さあ、このまま大久保からスリーカウント。さあ、ドロー出るのか。さあ、さっきのお膳立てはアウトだ。そうだ。さあ、体重が来ました。ご観戦ありがとうございます。暑いので私から一言、大久保シングル王座に挑戦表明、俺とどっちがふさわしいか、シングルして勝った方が8月東成挑戦、コメントをや。なかなかということで、ぜひやりましょう。よし、ということで、はい、7月21、来週、はい、天王寺組センター、次期支援シングル挑戦者決定戦、どんぐり藤井 VS 大久保博人、勝った方が8月11、東成組センター、夏のビッグマッチ、そこのメインで挑戦。OK。はい、試合するだって喧嘩する必要ない、先生どうぞやろうぜ、楽しみにしてくれ。ああ、というわけで、藤江が来週大久保から勝って8月、はい、東谷、はい、俺は大久保見ないから、その次の谷口、はい、シングル谷口シングルして俺が、はい、倒すぞ。はい、15周年に向けて支援、はい、まだまだ盛り上がっていく。後藤は夏のビッグマッチでボンバー奥野とのボンバーであるぜー、シングルが決まっている。はい、藤井バハムートカーチャンピオンです。まあ、これからも絶対に後悔させないような試合やっていきますので、ご観戦お待ちしています。今日は暑い中ありがとうございました。
試合は俺別に関係ないからええねん。大事なのは次や次、アイラブ支援。おいチャンピオン、ルールいつまで待たせんねん。最近な、年のせいか全体を萎縮しとって、ちょっとしたことでももうイライラするから、もうイラ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 しゃあないねん。はよルールを、ルールはゆえ、ルールはゆえやー。来週どんぐり藤江とシングルマッチ、勝った方が谷口の持つシングルベルト挑戦。俺は必ず来週どんぐり藤江に勝利して、谷口弘明のシングルベルトに挑戦する。そして必ずシングルベルトを奪還する。勝つのはもちろん、せーの、大久保。はい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 、大久保。ああ、というわけで、はい、2ヶ月ぶりの親本町大会、帰ってきましたね。ああ、うん、帰ってきたで、俺らが。五鉄と藤井さんが上本町に帰ってきましたよ。そして今日はメインで、はい、うん、いやいい動きしてたんじゃない、今日もバッチリ。バッチリでしょ、うん、まあね、マロ栗山、うん、五鉄に夢中ですから、まあ、今日は、ね、全体バーンとバッバしてやりましたよ。はい、まあね、うん、今日は我々がタグチャンピオンマハムと藤井後藤が無事勝利し、うん、はい、私が大久保から勝利したので、お、まあ、ちょっとね、最近ずっと、ツイッターでも大久保に絡んでてましたけど、うん、はい、ちょっとね、私はお、ついに誰も行かないならお、シングルの技を狙っていこうかなと。なるほど、まあ、来週大久保と、決定戦お、これに勝って8月11日東成ビッグマッチで、はい、藤江、そしてチャンピオンが谷口に、お、そしてあなたはボンバー奥野、俺とボンバー、五鉄ボンバーの熱い戦いは試合で当たろうと当たらなかろうと常に始まってるんで、うん、覚悟しとけよ、ボンバー。熱くやってやるぜ。はい、五鉄ボンバーって言ってる順でもう後藤が先頭に行ってるから、そういうことか、よし、やったんで、しゃー。